伊藤大使は日本の元バスケットボール選手。三重県鈴鹿市出身。身長182センチメートル、体重75キログラム。ポジションはポイントガード。アルバルク東京前、ヘッドコーチの伊藤拓馬は2位。2020から21シーズンを持ち引退した。中学時代までチームメイトの西村文夫と共に、ミニバス時代は、 全国大会のブロックで準優勝、はじめ特注時代に全国大会で準優勝。その後、ワシントン DC 郊外のメリーランド州にあるモントローズクリスチャン高校に留学した。チームのキャプテンを任され、チームメイトにはケビン・デュラントとグレービス・バスケスがいた。2006年、ポートランド大学に進学。n c a 一部所属のバスケットボール部に所属し、日本人では、 松井慶重郎以来二人目となる NCWA 一部出場を果たした。2007年1月23日のゴンザが大学戦は ESPN によって全米中継されたため日本でも J スポーツが中継した。2010年よりトヨタ自動車アルバルクに所属。2017から18シーズンレバンが北海道に期限付き移籍。 2018年6月8日にアルバルク東京を退団し、翌日に死がレックスターズと2年契約を結ぶ。2021年6月4日、2020から21シーズン限りでの現役引退を発表。引退後はゼネラルマネージャーを目指す意向であるが、2021年7月からフルス・アルバルク東京のアシスタントゼネラルマネージャーに就任した。ありがとうございます。